チャンネルです。クワバタのクスクス子育てママトーク、前回に引き続き今回もユンちゃんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ユンです。もうね、前回はこの初めての妊娠出産のお話聞いたんですけれども、初めての次育児、まだまだ育児真っ只中ですけど、退院してからって大変やった？大変でした。めっちゃ何が一番大変？産後1ヶ月外に出れないじゃないですか。はいはいはい。でもちろん3時間おきの授乳って言いますけど、3時間おきに寝れるわけでもないじゃないですか、はい、こっちが、うん、もうほんといろいろおむつ替えしたりいろいろやってたら3時間も休憩ないなみたいな、うん、だし外出れないからずっと家で引きこもって、うん、慣れない、何も正解がわからない育児をずっとやってるのが、うん、本当に合ってるのかなこれでって思っちゃって、うん、誰にも聞けないし、うん、その正解がわからないからこそ不安になってました。うん、であんまり人に合わせない方が、うんうん、まあ、免疫力がまだ、はい、低いので、うん、合わせてなかったんですけど、うん、家事とかもその中で自分でやったりだとか、うん、動画も私は回してたので、うん、ずっとバタ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 。その動画回すのも大変でしょ。ほんまでパッてできることが一回ここセットしてとかさ、うん、なんかそれ せなあかんのもなんか面倒くさかったりするんやろうなと思うけど、今はそれこそもう慣れたんですけど、うん、その一日のルーティーンを育児しながらも、うん、はい、撮りますみたいな、慣れて、おかげで。なるほどね。もういや、でもそれがまた記録にも残るし、うん、いいよね、なんか、うん、だからやっぱ睡眠が短いっていうのも大変やったって感じ。そうですね、まあ、もともと睡眠時間が少ない方ではあったんですけど、それでもやっぱ一人で睡眠時間短い時と、うん、子供がいていつ起きるかわからない、寝かしつけをしても背中スイッチでまた起きて振り出しに戻る、はい、うん、これすごい世のお母さんたち。わかる、思うよね、みんなこれ。なんか抱っこし夜中抱っこしてる時に、日本だけじゃなく世界中で何万人のお母さんが今もこうやってやってるのかなって思ってたな。私も思ってました。夜中でも、うん、あ、誰かも頑張ってるんだって思ったら、うん、まあ頑張れました。そうやね、うん、その時はシルクさんとかなんかどんな感じでやるの、夜中のあれ。夜中起きてミルクもあげてくれたりするんですけど、うん、やっぱお仕事があるし、うん、フィッシャーズの活動が本当にロケも多いし、うん、海外遠征もあるし、うん、すごく大変なので寝かしてあげたいんで、うん、泣いた瞬間にも私がパッて起きて泣かないように抱っこしたり、うん、えらいな、なるべく寝かせてあげたい。そうやって思うよね、うん、でもこっちも寝たいねんっていうのもあんのよ私はね。いや全然寝られへんかったから。寝れないですね。寝れない。今はどう、ちょっと寝れる？今は夜通し寝てくれます。めっちゃ寝る子、はい、だから私ねよく言うねんけど、めっちゃ寝るってこう親孝行やん、ママを寝かしてくれる、うん、でも私長男はもう全然寝なかったの。ほんで次男はずっと寝てたの。今のコドコ君みたいな感じ。子によって違うんですね、やっぱ、うん、同じお腹から生まれてきても。その時思ったのが、どっちも親孝行やなと思ったのが、次男は次男で私も一緒に、私に睡眠を与えてくれたから親孝行やし、うん、長男は全然寝かしてくれへんかったけど、未だに長男をずっと全然寝ない子を抱っこしてた記憶が未だに覚えてるの、しっかり。あ、だからその記憶という親孝行って思ってて、だからね、いろんな親孝行をしてもらってんなと思って、子供ってね、その時は大変やねんけど、後にその大変さが全部こうプラスに変わってるというかね。響きます。本当確かに、うん、考え方をそうやって変えるとポジティブになります。そうだからね、その考え方変えるのも後にはあーって思えんねんけど、その時はあ一生懸命だから、もうこれいつ何年続くんって、
なんかこうもう明日も寝られへん、明後日も寝られへんとかっていっぱいなんねんけど、でももう今もうバカみたいに寝てるから いつか終わるんだよねって。そうですよね、そうだよね。だから今すごい寝られててよかった。え、じゃあ今離乳食とかは始まってんの？始まりました。どう？いや最初全然食べてくれなくて、うん、10倍がゆを最初あげたんですけど、うん、やっぱミルク以外のものが口に入ってきた異物感があるのか、ね、ベーって出して泣いちゃって、うん、全然食べてくれなかった。え、ほんで今は？今はもう何でもモリモリ。すっごい育てやすいやろ何でもモリモリ食べてくれます。野菜も魚も。ほんと？うん、だからもう食べさせるのが楽しくて。私も私全然いまだに食べないよ野菜こんな大きいのに聞いたか赤ちゃん食べてるよ野菜をねえ、はい、ほんと。私も離乳食の本をいっぱい買って、うん、この月齢はこれが食べれるっていうのを知って、うん、スーパーに買いに行って、うん、全部手作りしてます。えらい。私も一人目手作りしてたけど食べへんくて、うん、で私が一回だけね手作りじゃないのもやってみようと思ったきっかけが、はい、なんか誰かに、なんかロケ行く時になんかこうちっちゃいさなんかあのパウチのなんかあるやんか、はい、離乳食、うん、それを買ってですいません今日お願いしますって預けた時にいつも手作りやったからそれを食べなかったの。あその時にあちょっとはたまにはこれもやっといた方がいいプラスもうほんとしんどい時があったからもうそういうのにバンバン頼ってまおうと思って、うん、もうそういうのにしちゃったかも。確かに、うん、私もネットでいろいろ調べてたら、うん、そうやって出てきたんですよ、うん、レトルトを食べなくなるベビーフードとかを、うん、だから旅行行った時とかに困るよって、うん、そうやって、うん、そうですよね。でシルクくんが8月に誕生日だったんですけど、うん、その時に離乳食 そのレトルトのやつを持ってったら本当に食べなくて、うん、もりもり家では食べるのにやっぱこれだと食べないんだ、うん、慣れさせないとやばいなって今思ってるところです。でもそういう時もちょっと持って行ったりもできんねんもんね。でも冷凍してて。そうやね、私もそうやっていっぱい冷凍してて、ね、解凍して、うん、で自然解凍だとダメみたいなんですよ。だから旅行にはやっぱ適さない手作りのものは。そうなんだよ。ですよね。え、今何どんなの食べてんの？手づかみ。あ、手づかみまだできなくて、人参、うん、フードプロセッサーでジューってやったりっ、うんうん、ですね。お魚とかももう裏ごしして。えらいなぁ、めんどくさいよねすごい手痛くなります。懐かしい。そうやんな、私も何してたかな、うん、とにかくめっちゃなんか越してやってた気がするわ、うん、ひたすらに越してます。そうだよね。でもなんか今まではこう結婚してシルクくんのご飯をこう作ってたんですけど、うん、子供のためにご飯を作ってあげれるのが楽しくて、うん、嬉しいです。これも食べれるようになって一個一個成長が見れるのが嬉しい。一個もそんななかったわ私もう作っても食べへんからもうほんまになんで食べへんねんってこんなんやった。もうこんだけ時間かけてやったのになんで食べへんの。しかも食べるって言ってもさほんとちょこっとしか食べへんはじめ、うん、でこれやんのにめっちゃ時間かけたのにベーってやられた時はじめはなあベーってやってとかと思ったけどだんだん何日連続ベーすんねんみたいなさだから食べてくれるって作ってて楽しいとかって私一回言いたかったなでもだからうまいね。だからこれねなんかさお料理が上手下手じゃなくて、うん、あの高健鉄先生も、うん、はお子さんが全然離乳食食べなかったんだって手作り、だからめっちゃショックやったって言ってた、この職業柄。そうですよね。言うたらもう人よりも美味しいご飯作れるわけやん、うん、その自分の離乳食を子供が食べないっていうのがめっちゃくちゃショックやったって。ただ私はそれ聞いてめっちゃ元気もらったの。なんか私は料理が下手やから食べないんじゃなく高健鉄先生も食べへんねんからしゃあないやんって思えたっていうか。いやでも今楽しいでしょ、そのご飯も食べてもらってくれるし、うん、
もりもり食べてくれるし、うん、寝てくれるし、よく笑う子なんですよね。いいよ。人見知りもせずに誰にでもニコニコってするんで。いや、だから多分お家が明るいお家なんだよ。本当にそれはあると思う。そうなんですかね。うん、あとやっぱ夜よく寝てくれるっていうのも、こうママがこう心が安定してたりもすんのやなと思う。それが2人目の時って、ちょっと私の場合は2人目がちょっと子育てが慣れてきたというかさ、それがあるからやけど、今結構すっごいいろいろシルクさんもやってくれはる。シルクは結構遅くまで仕事だったりするんで、寝顔しか見れない日とかもあるんですよ。連日続いたりするんですけど、なんかそこは、まあ、ワンオペの日でシルク君が遅く帰ってきて、うん、寝顔しか見れないのって、うん、なんか逆にかわいそうというか、うん、なんでやら私も同じ状況やってんけど、なんで私ばっかりってずっと思ってたのよ、うん、それ思わへんって、なんで思えへんやろ。でもその分私たちは成長を見れてるじゃないですか、うん、子供の。だから私ね、はい、ある時思ってる、なんで私ばっかりこんなしんどいんって思っててんけど、うん、途中でなんで私ばっかり子供の成長を見てんのって思ったのよ。私ばっかりのばっかりが変わってきて、うん、それはあるかも途中。そうですね、そう思ったら、うん、今この成長を見れてるワンオペの時間ってすごい贅沢だなって思うんですよ、うんうん、そうやな。だからね、例えば、うん、とにかく本当に全部ワンオペやってんけど、うん、でもう予防接種、うん、で子供が熱出たら病院、3人おるからもうすごいしょっちゅう病院も連れて行ってたってなった時に、なんで私ばっかりこんなことって思ったけど、私が全部見てんのよ。子供の注射する時の泣き顔も、しんどいっていう時の顔も、元気になった時の顔も、お薬飲めないっていう顔も、うん、夫は全部見てないの。だからそれ思った時に、私ばっかり子供の成長を見させてもらってるっていうのはだいぶ経ってから思えたけど、今思えんのはすごく素晴らしい。コロカ君が毎日可愛すぎて。可愛いのよ、さっき写真見してもらったけど。あ、ありがとうございます。あんな可愛い子いてんの、あれ整備してんの、あの子。してないですよ、赤ちゃん。おかしいな。ありがとうございます。いやだから、じゃあほな今もすごく楽しくば、ワンオペも大変な時もあるけれどもですし、うん、まあもちろんワンオペとは言いつつも、うん、お昼の時間にこのコルク君のおばあちゃん、うん、私のお母さんが来てくれたりとかもするので、ありがたい、いい、いい環境、それはすっごくいいで、うん、コルク君が生まれたからこそ、うん、家族との絆がより強まったんですね。もっと仲良くなったし、もっと会うようになったし、だからコルク君のおかげで周りがもうどん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 幸せになってるんですよ。ああ、もうありがとうって。本当やね。そうなんです。いやー、ちょっと幸せなお話をたくさん聞かせていただきましたけど、最後にですね、なんかこう、はい、将来コルク君、息子君にこういう子に育ってほしいなっていうの何かありますか？思い。一応シルク君と妊娠中に話してた子育てのコンセプトがありまして、はい、うん、元気に活発のびのびとよく笑う子になってほしいなって思ってやってます、うん、なんかやりたいことも興味を示したものはまずは肯定してあげて、うん、何でもやりなさいって言える親でありたいし、うんうん、私たち自身が YouTube やりたいとか、うん、もうやりたいことを今の両親にやらせてもらえてたんで今があると思うんですよ、うん、だから両親たちにやってもらったようにコルク君のことも育てていきたいなって思ってます。素晴らしい。だから今のそういうお話も、うん、その付き合う前にいろんな話を2人でずっとしてきててっていうのもあるんやろうね、うん、そうです、お互いずっと話してました。いや、なんかすごい会話の多いご夫婦で、会話多いです、大切やね、はい、それを子供がずっと聞いてるからね、見て聞いてってしてるので、うん、いや、これからもますます素敵なご家族であり続けていただきたいなと思いますけども、もう本当に今月はいろんなお話を聞かせていただきまして、ゆんちゃんありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。